61歳、年収1000万円超えます、年金はもらえるかということなんですけど、これが61歳ですから、特別支給の、ね、老齢厚生年金の話だと思うんですが、この年収1000万円という場合のですね、年収の内容によりますね。この年収の内容が、まあ、例えば常勤役員とか常勤従業員ですね、まあ、厚生年金適用事業所の、常勤役員とか常勤従業員という形で、その事業所から報酬を受けているものが1000万円であるということになると、これは、いわゆる在職老齢年金の、ね、対象になります。で、年金額は分かりませんけど、まあ、年収1000万円、仮にこれが12分割でね、払われているもん、80数万円ずつもらわれているものだとしたらですね、これは年金は全額支給停止になります。